回ですね、はい、こういったものを用意しました。え、何ですかこれ。で、休みの日は YouTube の撮影してみたいな感じ、うんうん、ずっとそれがサイクルで続いてるんで、うんうん、お花ってどのぐらいお金かかるんですか。100ぐらい。100万。皆さんこんばんは、占い師の加納ココです。ハッピーハッピー。今回はあなたの恋を占いますの第2弾です。私加納ココが皆さんの恋を占っちゃおうと思います。今回は、はい、前回いろいろなお悩み解決してもらったんですけれども、まあ、ちょっと簡単すぎたかなということで。なるほど。今回ですね、はい、こういったものを用意しました。はい、何でしょう。え、何ですかこれ。ビンゴですね。はいはいはい。占い方にお悩みを聞いて、はい、その悩みを全部埋めていくっていうことですね。なるほど、ビンゴをやるってことですね。占いビンゴですか。どうですか、なんか全部いけそうですか。でもまあなんでしょうね、やっぱりここら辺って喋りにくいのかなっていうのと、ここら辺ってレアケースになってくるのかなと思うんで、ここら辺がこういうことに集中しちゃいそうですけどね。はい。なんかやっぱ多そうな悩みとかありますか。そうですね、まあ大体失恋とか、まあ、お金とかお仕事とか、まあ、まあ浮気とか、まあ、ここら辺は結構すぐ出てくるかなと思うんですけど、なんかここら辺はどうでしょうね、なんか 出てきにくいかなと思います。はい、はい、じゃあどんどんやっていきたいと思います。よいしょ、なさい。ちょっと止まってる方いきますかね。すいません、よかったらあの占わせていただいて、え、いいですか。ありがとうございます、よろしくお願いします。早速、今この占いビンゴをやっておりまして、この中から、まあ、お悩みを聞いてビンゴを成立させようと頑張ってるんですけど、この中でお悩みってございますか。仕事。仕事、はい、仕事の今のお悩みって何ですか。なんかまだ4月に入社したばっかで、はい、なんかこれからどうなるのかなっていう。なるほど、はい、何の今お仕事されてるんですか。今動物医療系の、はい、そうなんですね、はい、分かりました。じゃあ今後のお仕事がどうなっていくのか見させてください。はいはい、占ったことってありますか。ないです。あ、初めてですね、はい、人生初占い。人生初占い。おー、ありがとうございます。じゃあしかも人生初占いで結構珍しい占いなんですけど、リソマーシーって言って、こうやって石を使って占う占いなんですけど、これをさせていただこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。おお、ですね、まあそこの、働いている会社の人たちとちゃんとよくコミュニケーションを取れば大丈夫ですよと出ました。はいはい、なおかつちょっとなんていうのかな、話しかけにくいなっていう人ほど話しかけてくださいと出てますね。話しかけづらいなと思う人に話しかけに行ってくださいってことですね。はい、挨拶をしたりとか、はい、なんか何を考えてるかわからない先輩とか、はい、なんか意思疎通取りにくい人ほど、はい、なんか情報共有したり声をかけたりするといいよと出てます。で、あと愛嬌でごまかせるって出てるんで、なので結構愛嬌でごまかしていく、はい、ありがとうございますとか、はい、頑張りますとか、コミュニケーションをちゃんと円滑にすることでうまくいきそうかなと思います。はい、うん、今のところそんなに問題なさそうですけど、なんかちょっと話しにくい先輩いらっしゃるんですか。いや、でも最近、うん、なんか話してみたら話しやすいなって思う人はいるので、そんな今はそんなに職場関係、人間関係には困ってないです。そうですよね、はい、それさえうまくやれてればこのお仕事は基本的にうまくいきますよと出てるので、はい、はい、頑張ってください。頑張ります、ありがとうございます。おせよ山田さん。おせよ山田さん、わーすごい。ここで YouTube されてたんですか。初めてです。今こんな企画をやっておりまして、はい、占いでビンゴをしようっていう企画なんですけど、はい、この中にお悩みございますか。そうですね、いやでも仕事ですかね、はい、その今ハンバーガー屋をやってるんですけど、
それがまあなんかいろんなことがあって、うん、まあ、バズってお客様来てくれるようになったんですけど、はい、まあ、その中で自分も YouTube やったりとか、はい、なんかやるようになって、うん、本当にフリーな時間がほぼないんですよ。ハンバーガー屋も朝から夜中までやって、うん、で帰ってで休みの日は YouTube の撮影してみたいな感じ、うんうん、ずっとそれがサイクルで続いてるんで、うんうん、仕事というかまあ 体力、うんうん、そっち方面でなんかすごく分かりました。悩みがなんか出てほしいな。そうですね、明日は地獄みたいな書いてほしい。明日は地獄。ちょっと手見てもいいですか。はい、ですよ。おー、ありがとうございます。手ちょっとこうやって向こう見せてもらっていいですか。はい、これ手相の、この頭脳線って言われてる部分と生命線って言われてる部分にこう開き空きがあるんですね。はいはいはい。これ空いてる人って、はい、もう思い立ったら吉日の人なんですよ。なるほど。あんまり深く考えずに行動したりとか、はいはい、ひらめき思いつきで行動するっていうタイプなんですね。でそれがうまくいくよっていうことでもあるんですけど。大丈夫ですか。空気読めないとかじゃないですか。空気読めない人もこうなります。あ、なるほど。 KY 線って言われるものがこの線になりますね。はいはいはい。なのでまあ、今後どういうふうにやっていくかってなった時にあんまり計画的に物事は進められないのかなっていう感じはします。はいはいはい。結構体力お化けでありますよ。あ、マジですか。体力お化けではあるので体力お化けらしいです。はい、あんまり病気しない手相してます。なんかこう結構精神的に病みやすい人って、はい、線が細かくうわーって出たりするんですけど、はいはい、結構線もシンプルで、はい、なんか悩んでも、はい、まあいっかって、はいはい、まあ、次のことやろうだって悩んでもしょうがないしっていう風に、はいはいはい、なんか同じことでくよくは悩まないタイプだと思いますね。あ、でもそうかもしれないですね。うん、はい、そういう意味では体体調っていうのは、はい、他の人よりは強靭、はい、強いタイプだと思います。はい、なので、まあ、はい、ご心配があるとおっしゃってましたけど、はい、意外とね大丈夫、なんか乗り切れるっていうのがありますよ。なんかいける、なんとでもなるみたいな、なんとでもなるし、はい、やっぱこういう、まあ、KY 線って言われてる、はい、まあ、突飛な思いつきで行動するっていう線が出てる人って、はい、まあ、はっきり言って破天荒に生きないと開運しないんですよ。なるほど。はい、あ、だからじゃあ僕が朝倉みくりに喧嘩打ったのは正解だったんです。正解です。大正解です。大正解なんです、ね。はい、なるほど。後先考えず突っ込むみたいな。はい、で結果今こうなってますもんね。確かに確かに。それが一番の開運行動なので、はい、逆に狙いに行かないっていうのが大事になってきますね。なるほど。はい、なんか勉強になります。はい、こちらこそありがとうございます。はい、頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。はい、ではこちらの中でお悩みございますか。整形。整形を、整形のお悩みってどんな感じですか。1週間前に整形したんですけど、はいはい、まだダウンタイム中で、はいはいはい、どこなさったんですか。鼻フルでやって。フル、どこですか。鼻を全部もうフルやって。今ちょっとダウンタイムなんであれなんです。なるほどなるほど。でちょうどあるな。整形ってそのお鼻ってどのぐらいお金かかるんですか。200ぐらい。200万、すごい。花とかだと金運を左右する場所だったりするんですね。このこっから運気が入ってきてここに貯めるって言われてるんですよ。なので花の運勢が変わると結構仕事運が変わったりとかしますね。嬉しい。でもお花は結構本気というか。本気。めっちゃ痛いんじゃないですか。めっちゃ痛い。今は痛いですか。若干。わあ、そっか、まあ、そうですよね。でもすごい、このカードが出ました。ナイトオブワンドっていうカードです。で結構その先生ってなんか腕があるというか評判の先生だったんですかね。すごい腕のいい先生にやってもらって満足いく結果になるんじゃないですかとも出てますよ。嬉しい。うん、なんかその先生やっぱりなんか腕がいいみたい。なんか今こう結構なんか話題になってたって感じだったんですかね、その先生の。うん、なんかこうノリに乗ってる先生にやってもらったねっていうのがまず出てるので一つ安心かもですね。おお、これは今日初めて出たかも、大アルカナっていう超特別なカードなんですけど、まあ、マジシャンっていうカード、魔術師ってカードなんですけど、だから鼻が変わることでだいぶ印象変わりますよって。嬉しい。でも200万の価値があると思います。うん、嬉しい。うん、どうですか今。まあ、ダウンタイム終わってないと思うんですけど自分的にやってみて。あ、でもなんか横顔はめっちゃ変わったなって思って。うん、
なんかそ のお花の手術はなんか大成功だと思いますし、相当印象変わると思いますし、なんかみんながあいいねって言ってくれると思うので、嬉しい、はい、それはなんかすごい、なんか私もすごいいいカードが出てよかったです。うん、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ということで今回はかなり好調なんじゃないですかね。やっぱりなんか悩みを、ね、持ってる方いろいろいらっしゃるのなと思いましたし、なんか整形ってね最初の頃出ないんじゃないかなと思ったんですけど、いきなりヒットが出たので、はい、今後も頑張ってビンゴ完成していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、お楽しみに。